食べた食べ物は牛肉です。私母国では牛肉は全然食べません。人によると思いますけど、私の個人意見では母国の牛肉は硬くて匂いがちょっと強いです。日本の、牛肉って柔らかくて美味しいです。そうですね、日本の牛肉は和牛という名前で世界有名だと言われてますね。不高級な和牛じゃなくて普通の牛肉でも美味しいです。美味しい、そうです。日本の牛肉を初めて食べて本当に美味しいです。が生ものかな。あー、生もの。ベトナムは刺身とかお寿司とかちょっと苦手なと思いますけど、日本の店で行きましたけど、みんな食べて、チャレンジしたい、チャレンジしたい、で食べて思ったより美味しい、そう好きになりました。私の国もだいたい生ものは食べません、ね、あとはお寿司ですけど、日本のイクラが大好きです。イクラって何、知らないです。サーモンの卵ですね。明太子とかじゃなくて。明太子は違います。明太子も美味しいです。じゃあ丸々のやつ。そうそう、丸々で美味しいです。美味しい美味しい美味しいです。大好き。ミャンマーでは最近なんかサーモンはちょっと流行ってますね。食べれるようになりました。昔はあんまりなんか見たことないので、そう私は最近はなんか日本料理屋さんも増えてきて、皆さんのが好きになりました。聞いたことがあるんだけどさ、日本じゃお肉をスーパーマーケットから買ってきてそのまま切って焼いて食べるんだけど、海外だったらお肉を水で洗うって、それは本当なの？本当です。本当ですね。なぜかというと、日本には肉とかちゃんとパッケージして売れてるからです。僕らとちゃんと管理されてないから、安全のため洗いますね。今でもやっぱり日本のものは洗う？洗いません。直接作れるんじゃないですか。野菜はパサッと洗いますけど、お肉とかは私は洗いません。そのままに。そのまま、そうです。なんか母国の市場で売ってるニンニクです。なんか血が大体ついてますね。洗わないと。そうそう。ちょっと。日本はお肉もちゃんと管理してますので、綺麗です。